どうも皆さんこんばんは。狼のチャンネルへようこそ。本日もオキシゲンノットインクルードやっていきたいと思います。それで前回に引き続き、ここの圧力超過の部分とパイプが壊れてるので、これをどうにかするために今試行錯誤しています。ただ断熱噴射型パイプっていうやつ、噴射パイプってやつは壊れるので、ここ3本だけ断熱型化石にしてみたら多分いいのかなって。いや根拠はないんですけど、ステータス的にはでも鉄の方がいいと思うけど、ちょっと謎なところがあるので、これを試したいと思います。たまに出るんだよね。吸気が足りないのかな。この蒸気を吸い出した時ってのが怪しいのかな。圧力超過ね。もう一個作ってみるかな、換気。そんなに換気作ってどうにかなるもの？解決するかな。断熱にしてみようかな。これで合わせて送ってあげて、これでどうかな。凍結ダメージの原因が分かんないんだよな。凍結ダメージって何、本当にどうして凍結するの。すごいダメージ受けるんだよね。でもこの辺受けなくなったんだよね。ここもでも金でしょ。ちょっと待って、ダメージ受けてるのこれでしょ。どうして金アマラガムが壊れて、火星岩の方がいいのかな。これ花崗岩？花崗岩の方が壊れてないといえば壊れてないんだよね。不思議だな。でも花崗、やっと金に直したんだけどな。ここ花崗岩にしたら直る？いまいちわかんないな。そういう問題なのかな。どうかな、これで。ここダメージ受けてるね。どうしてだろう。壊れたところだけ金とかにしてみる。そういう問題？そして壊れてる。どうして、どうして壊れるんだい。特性融点でも鮮度までいけるんだよこれ。ワット数が超えてるとかじゃないよね。違うね。
いまいち謎な部分が多いな。凍結ダメージは本当意味わかんない。あ、でもこれ吸い上げたら水になるからダメじゃない。となると配管で。これなんだっけ、液体フィルターだ。これもこれつけないといけないよね。液体フィルターをつけてあげて、配管で花崗岩にして。これ難しいな。液体だけ解体して、それで液体の花崗岩のパイプをブリッジかな、これをこうしてここにつなげてあげて、これを伸ばしてここに戻して、さらに真ん中のパイプを、これなんだろう、こうかな、ここの水と石油に分ける感じ。合ってるのかな。すごい水漏れてますが大丈夫ですか。お、なんかちょっと動き出した。しかしこの辺のパイプが動いていない。あれ、動き出したぞ。しかしこれが、石油が吸えてない。あ、動き出すかも。なぜか急に。まあ動いてくれればいいんだけど。これなんで壊れたんだろう。これ気になるな。ここだって壊れる原因がないんだけど。パイプが悪い？機体はパイプ。花崗岩が悪いのかな。そして食料がだいぶないな。ちょっと、あ、グリルベリーもう足りないんだ。これもう無限にしといた方がいいかな。とりあえず絶えず作ってくれないと困るよね。せっかく原油ができてるのに吸い上げてないというこの悲しさ。
これ悲しすぎるでしょう。動いてるのになぜか吸い出さない。早く吸い出してほしいね。とりあえず起こし、これなんでだろうな。一応噴射パイプとかにしとく。すごい動いてるのに悲しい。動いてる動いてる、早く早く。これ液体フィルターで、これが原油。そうだよ、これでこっちに出してこっちで原油吸い上げる。まだか。なんか無難に動き出した。すごい謎。あ、ガチャガチャ。これなんだろう。やっとガチャができるよ。本日のガチャいりません。なんでその破壊衝動とか多すぎるでしょう。次の日に持ち越しかな。休憩が多い。いやー、食料がちょっと少ないのが問題だね。ブルッスルベリー5万あって、体温、あー、これの成長が良くないね。輪鉱石、輪鉱石ってかない、農業、いや、あるあるある。優先度が足りないのか、難しいところだな。これ冷やすしかないかな。これでもう一個冷やした。いや、でもあんまり冷やすぎるところ、何度まで育てる。5度まで行くんだ。マイナスにならないかな、あんまりやりすぎて。それもちょっと不安なところだよね。とりあえずでもここに新たに増やそうかな、この氷のやつ。動いてるけど吸い上げてない。まだ吸い上げるんだ、早く。人手はまだか。あー、それ忙しいのね。酸素が不足してきてる。あー、二酸化炭素ね。緑藻も、いや、使おうかな、緑藻も。緑藻もまだある？ボテミトン、うん、まだあるね。なんとかって感じ。オキシファンが取れればな。でもオキシファンあるんだけどね。オキシファン1個じゃ足りない、ちょっと。人手が足りてませんね、全然。人材不足も原因だと思う。お、ちょっと働いてたみたい。ここ優先してほしいね。まあ、そっちだよね。あ、ちょっとずつでいいや。電力不足。電力ね。電力全然足りてないんだけど。
ここを早くしてほしいな。電力が足りてない。何故に。漕ぐのが足りない？ああ、今現在足りてないのか。人手不足の原因。ここの二酸化炭素も、パイプ詰まり。ああ、ここに排出できてないのか。いろいろ問題だなぁ。どうしたらいいかな、この余った空気。鉛がある。プラスチックもある。これがある。あ、鉛あるんだ。プラスチックもできた。いつの間にか60キロある。これでちょっと実は改善する。プラスチック作ってた。あ、一応作ってた。なるほど。ここをじゃあまず長期空間のこれを改善しようかな。換気。これをまず解体してあげて、これで解決するんじゃないかな。水没？全然関係ないね。お、もしや改善するのでは？はい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 。で、こうですよ。そうすればここの二酸化炭素を全部吐き出してくれるはず。ああ、こっちも作ればよかったな。ちょっと失敗だな。鉛ってどこから手に入れたの？なんで鉛なんてあるの？あ、これ鉛なんだ。なるほど。これ鉛ですか？これ欲しいな。いいね。これはいいかも。これで、これでここの酸素もきっちり送れるようにしてあげて、あ、そうだ。で、ここの、ここも直さないとダメだ。で、こうやって多分、排気管も直していけば多分うまくいくんじゃないかと思います。はい。改善、多分、するかな？はい。それではまたシックアックしてますが、本日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。励みになります。オオカミでした。アディオスアミゴス。またねー。